ワーンてことで皆さんおはようございます。いつも動画視聴、高評価、そしてチャンネル登録ありがとうございます。ということで今回はですね、緊急で動画ポッドキャストを収録させていただいておりますってことで、どういうことかというとですね、なんと私のチャンネル、パパスタの42歳サラリーマン週末ガチ勢、チャンネルはですね、なんとチャンネル登録者数800人を超えました。イエーイ、ありがとうございます。おめでとうございます。もうめちゃくちゃありがとうございます。感謝感激雨嵐ってことでね、これももう一重にね、こうやって毎日、聞いてくださってる皆さんであったりだとか、いいね高評価してくれてある皆さんであったり、あったかいコメントくれてはる皆さん、そして X でね、動画アップしましたよって言ったらリポストしてね、こうやって盛り上げてくれてはる皆さん、ほんと一人一人のおかげだと思っております。なのでこれがね、ただのね800人っていうふうには全く思ってなくて、これはね、選ばれし800人、エリートの800人、一歩先を行く800人、私はね、そんな感じでね、思っております。ね、心からね、まあ、感謝をお伝えできる、そんな、放送になったらいいかなと思っております。ということで、改めましてですね、私は42歳サラリーマンの、まあ、ニックネームパパスタと言っています。パパスタンダード、ハイスタンダードから取りました。で、2児の父親として毎日頑張っております。皆さんと同じようにですね、仕事や育児に大忙しなんですけど、こうやって YouTube、ポッドキャストを通じてですね、ちょっと皆さん、ちょっとした皆さんの息抜きになれば、非常に嬉しいです。で、今日は何と言ってもこのチャンネル登録者数800人達成、これの感謝を伝えんわけにはいかんと、絶対伝えたいんだと、もうここのバイブスぶち上がっとるんですよ。なのでちょっと皆さんにそのあたりの話をしていきたいかなと思います。ということで、まあ、この800人にね、ちなんだ、ちょっと、クイズなんかもちょっとやってみたりしたいなと思ってます。ルールは、簡単ですよ。私がね、800に関連する質問をしますので、皆さんはね、心の中でね、答えていただいたらなと思います。ってことで、1マイルは約800何メートルでしょうか？はい、じゃあ、5秒間、出しますんで、皆さん、考えてください。答えはですね、1280メートルなんですよ。で、これはね、地球をね、800周しているぐらいの気持ちぐらいに長いんちゃうかなと思ってます。はい。まあ、気持ちね、気持ちそんな感じなんですよね。あとはそうですね、パスタの話しましょうか。800にちなんだパスタですよね。パスタを、たくさん、800人分、茹でるためにはどれぐらいの水が必要になるでしょうか。これもね、5秒間、シンキングタイムありますんでね、ぜひ考えてみてください。答えはですね、水じゃなくてお湯なんですよね。お湯がいりますということで、どうでしたか。こんなクイズも出しながらね、みんなで800人達成をお祝いできたらなと思ってたんですが、ちょっとこのお祝いの放送には似つかわしくない、ちょっと苦言を皆さんに呈したいなというふうに思っておりますっていうのが、何でしょう、 YouTube を700人チャンネル登録者数達成した時もこういう放送させていただきました。で、その時に皆さんに、働きありの話をさせていただいたかと思います。で、ちょっと忘れちゃったよっていう人がいたら、振り返ってね、また聞いてもらったらと思うんですが、この800人の中に、しっかり働く人、まあ、しっかり働くってどういうことかというと、チャンネルを広めてくれる人が、だいたいどれぐらいいるのかなというところなんですよね。なので、800人の皆さんがね、それぞれが、例えば自分のおじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃんにね、この YouTube 面白いから、こんなおもろいの最近あんねんで、言って教えてあげたらね、この800人がね、あっちゅう間に1600人になるはずなんですよ。理論上そうなんですよ。これはまあ、机上の空論って言われるかもしれん。でも、実際、事実ベース、800人が1人増やせば、一瞬で1600人になるはずなんですよ。はい。だから、なんでしょう。この800人、よかったね、おめでとうって浮かれている場合なんでしょうか。僕はこれちょっと違うんじゃないかなと思っていて、やっぱりね、これみんなが一人一人、それぞれ、この放送を聞き終わった後にね、放送を聞き終わった後に、LINE とか X を広げてね、
ちょっとみんな一つ話あんねんけど言うて、このチャンネル登録したったって言うてくれはったらね、私たちの目標であるね、チャンネル登録者数1000人っていうのは、達成できるんじゃないかなというふうに思っております。ってことで、はい、ということで一応ね、パスタの話に戻ると、パスタの茹で時間ってだいたい8分から12分ぐらいなんですよね。でこれはね、アルデンテにするかどうかで変わるんで、皆さん、お好みで、変えてください。ってことで、今回ですね、チャンネル登録数800人おめでとうありがとうの感謝の放送になりました。これね、次もう来週には900人達成のね、ありがとう報告できるようにね、一人一人がここ気持ち持って、ここでしっかり SNS やっていきましょう。はい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。